こんにちは、タネチャンネルです。今回は親指サイズのマイコンラズベリーパイピコ W を使って機械学習をしてみたので紹介します。ラズベリーパイピコ W とはマイコンと呼ばれるコンピュータ製品で、大きさは写真の通り親指サイズです。そして気になるお値段はなんと1500円程度で購入できます。ラズベリーパイピコ W は機能は豊富なのですが、コンピュータとして見ると性能は貧弱です。さて、この小型マイコンの性能を限界まで引き出せるプロジェクトは何かないだろうかと考えていて、ふとこれで機械学習、つまり AI ですね、それができたらすごいなと思いつきました。制約としてテンソルフローなどのディープラーニング系のフレームワークはきっと動かないだろうと思ったので使わないと決めました。機械学習のプログラムをフルスクラッチで一から自作します。そして機械学習は数学の行列の計算をたくさんするのですが、 Python で行列計算をするためのライブラリ NumPy がピコでは動かないということが分かりました。仕方ないので互換ライブラリを自作しました。この互換ライブラリを活用したいと思う人も多いと思いますので、これについては後ほど別動画で解説をしようと思っております。そしてラズベリーパイピコ W はメモリが 2MB しかありません。今のパソコンはだいたい 8GB のメモリを使っていますので、それの4000分の1の量ですね。この制約は機械学習の仕組みで、ニューロンと呼ばれる行列を使うのですが、そのニューロンの使える数に関わってきます。当然数が多い方が賢い学習ができます。そして処理速度が遅い、高価な GPU とかは積んでいませんので高速な計算はできません。レスポンスの良いものを作るためには大掛かりな学習テーマは選べないということです。それらの制約を考慮して選んだテーマは丸×ゲームです。丸×ゲームとは 3×3 のマス目に丸と×を交互に打っていき、縦横斜めのどれかで一列揃った方が勝ちというゲームです。このゲームはマス目の数が9マスと少ないので、きっとピコでも動くだろうと思いました。ゲームを人間と対戦していくうちに AI がだんだん強くなっていく過程を体験できたら楽しいだろうと思いました。前置きはこの程度にして、まずは完成した丸×ゲームのデモを見ていただきましょう。技術的な解説はデモの後でしますので、ぜひ最後まで見てくださいね。ブラウザの URL にピコサーバのアドレスを入力すると丸×ゲームの画面が表示されます。先行か後攻かを選んでスタートボタンを押すとゲームがスタートします。3×3 マスのパネルをクリックすると、そこに丸、×が置かれます。自分が打つと自動で AI が打ってくれます。最初は学習をしていないので、生まれたての赤ちゃんと一緒、とんでもない手しか打ってきませんし、負ける手を何度も繰り返し打ってきます。ですので大人の力で無双して勝ちまくってください。そのうちに少しずつ学習していき、マシな手を打つようになってきます。さらに学習が進むと引き分けに持ち込むようになり、うっかり油断すると人間が負けるようになります。そこまで学習させるためには最低100回は根気よく対戦する必要があります。電源が切れたら学習データが消えてしまいます。それでは困るので、10回対戦するごとに学習データをファイルに保存する仕組みを組み込みました。学習させるコツは何度も同じ手を指して AI に勝ち続けます。
しばらくやった後、先攻後攻を逆転させると、人間が勝った手筋を AI が打つようになります。その状態でさらに人間が勝ち続けます。すると AI が勝ち手筋を理解します。再度先攻後攻を逆転させて先ほどの手筋を打つと、 AI が負けない手筋を打つようになります。この丸×ゲームの機械学習のアルゴリズムについて解説します。今回はディープラーニングの基礎技術であるニューラルネットワークと呼ばれるアルゴリズムで機械学習を実装しました。ニューラルネットワークとは人間の脳の神経回路を模した計算モデルです。多数のニューロン、神経細胞とそれらを結ぶ重み付きの接続から構成されています。この図では丸一つ一つがニューロン、矢印が重み付きの接続を表しています。ニューラルネットワークは入力層、隠れ層、出力層と層構造になっています。入力層はデータの入力値です。隠れ層が脳神経のようなもので、出力層は AI が判定した結果です。学習の際は訓練データを入力層に入れ、出力結果を出力層で得ます。この出力結果を評価してあげて、その結果を逆伝播、つまりフィードバックして、結びつきの矢印にかかる重みを再計算します。これをバックプロパゲーションと言います。一般的には隠れ層の層の数が多いほど、そして隠れ層のニューロンの数が多いほど AI は賢くなります。今回の丸×ゲームのモデルでは、入力層のニューロン数はゲーム版のマス目の数9個、隠れ層は18個たす18個の2層、出力層はゲーム版のマス目の数の9個で作りました。本当は隠れ層のニューロン数を倍の36個でやりたかったのですが、メモリの制約の都合上できませんでした。プログラム上ではニューロンは行列、つまり多次元配列で表現し、重みはその値で表現します。出力結果を評価する学習データ、つまり評価関数に関しては自分で理論を考えなくてはいけません。評価関数の出来によって学習効果が変わってきます。今回実装した評価関数のアルゴリズムについて解説します。まずAI がどのようにして打つ場所を決めているか説明します。現在の盤面をニューラルネットワークの入力層に入れると、計算がなされ、出力層から盤面の各位置の数値データが出力されます。その数値データが最大の箇所が AI の判定した最善手の位置になりますので、そこに AI の手を打ちます。そうやって人間と AI で交互にゲームを進め、終了した時の状態で評価をします。丸が勝った場合は丸の位置に重みをつけて評価をプラスします。×の位置は負けのケースになりますので評価をマイナスします。最終局面で丸が2つと空欄1つの箇所があった場合は、勝つ箇所が2つある必勝ケースになるので、その分加点します。丸×ゲームでは真ん中を取ると勝つ確率が上昇するので加点します。このゲームは基本的に先手が有利ですので、引き分けの時は先手である丸は減点し、後手である×は加点します。以上が今回実装した評価関数のロジックです。制作にあたって苦労した点は、第一にニューラルネットワークについて一から勉強するところから始めましたので、実装原理を理解するのに苦労しました。第二にマイクロパイソンで行列を扱う
ナムパイライブラリがなかったという点です。最初 PC 上で動くプログラムでナムパイを使って作っていたので、リコに移植するにあたりナムパイの互換ライブラリを自作することになりました。これはとても大変でした。第3に評価関数の設定が難しかったです。なかなか学習効果が得られる評価の仕方が見つからず試行錯誤しました。第4に PC で動くものができた後ピコで動かしたらメモリ不足で動かなかった点です。正直無理なプロジェクトだったのかと半ば諦めましたが、オブジェクトクラスからメソッドを関数に切り出してコンパクトにしたり、ニューロンの数を減らすなどをしてなんとか動くものができるようになりました。とても苦労して生み出した作品です。ぜひ皆さんも実機で動かして AI が学習していく様を体感していただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。